オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は8月第2、第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは8月第2、第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。パリ祭に現れた空飛ぶ男、ドーバー海峡横断、2度目の挑戦で今度は成功。8月4日日曜日、7月14日に行われたパリ祭で空から颯爽と現れ注目を集め、一躍有名になったフライボードエアーの発明者フランキー・ザバタ氏が2度目のフライボードエアーでのドーバー海峡横断に挑戦し、見事成功を収めました。ルーブル美術館、混雑緩和のため予約を義務化、早ければ10月にも。8月2日金曜日、ルーブル美術館は今年の混雑状況を受けて混雑緩和のため事前にオンラインで予約を取るように呼びかけました。また今年中にも事前予約を義務化する方針を表明し、早ければ今年の10月にも事前予約の義務化が開始される予定であることを明らかにしました。欧州宇宙機関の宇宙ロケットアリアン3区2つの通信衛星を乗せて打ち上げ成功。8月6日火曜日、南アメリカ北東部のフランス領ギアナのギアナ宇宙センターで行われた欧州宇宙機関が開発した宇宙ロケットアリアン3区の打ち上げが成功し、無事に2つの通信衛星を軌道に乗せるという任務を果たしました。フランス訪問者数、黄色いベスト運動で減少するも、4月から6月は上昇に。8月9日金曜日、昨年11月中旬より毎週土曜日に行われていた黄色いベスト運動のデモの影響で、減少していたフランスへの訪問者数が、今年4月から6月には上昇に転じました。モンサンミッシェルに神社の鳥居、20日一市との友好の証。フランス北西部の有名な観光地でユネスコの世界遺産にモンサンミッシェルとその湾として登録されているモンサンミッシェルのふもとに日本の神社の鳥居が設置されていて、昨年日仏友好160周年を記念して作成されたポスターと同じだと話題になっています。フランス大統領の夏休み。8月8日木曜日、フランスの閣僚たちは7月27日から8月18日の3週間夏休みに入っていましたが、マクロン大統領はどのように夏休みを過ごしていたのでしょうか。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はルーブル美術館、混雑緩和のため予約を義務化、
早ければ10月にも、です。8月2日金曜日、ルーブル美術館は今年の混雑状況を受けて、混雑緩和のために、事前にオンラインで予約を取るように呼びかけました。また、今年中にも事前予約を義務化する方針を表明し、早ければ今年の10月にも、事前予約の義務化が開始される予定であることを明らかにしました。ルーブル美術館は、パリ1区にある国立美術館で、1793年に開館しました。世界最大級の美術館で、ユネスコの世界遺産に、パリのセーヌ河岸として、セーヌ川やシテ島、ノートルダム大聖堂などとともに、包括登録されています。展示スペースの総面積は、6万600平方メートルを誇り、収蔵品の数は、38万点以上、美術品の常設展示だけでも、3万5000点以上あります。1日およそ3万人が、そして年間800万人以上が訪れる、世界で最も来場者数の多い美術館で、昨年の2018年は、年間来場者数が1000万人を突破したことで大きな話題となりました。かねてより混雑が常態化していて問題視されていましたが、今年に入り、4月に発生したノートルダム大聖堂の大火災の影響で、観光客がルーブル美術館へ流れました。さらに、度重なる猛暑のため、冷房の効いている美術館内へ観光客が避難するなどして、来場者が急増し、混雑が激化しました。また、混雑による混乱に追い打ちをかけたのが、ルーブル美術館で最も人気の高い、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザが、改修工事のため、通常展示されている美術館南セーヌ川沿い、ドゥノン浴の国家の間から、美術館北側のリシュリュー浴に移動されたことです。現在展示されているリシュリュー浴の展示室は、国家の間に比べて手狭なため、より混雑が悪化しました。先月7月31日水曜日には、来場者数が激増したため、オンラインで事前に予約していた人を除き、日中の入場を制限する措置に踏み切りました。この入場制限措置の際、多くの来場希望者が入館することができなかったため、情報発信不足を指摘する声が聞かれました。一連の流れを受け、ルーブル美術館側は来場者に対して、来場の際は混雑緩和やチケット購入のための長蛇の列を回避するため、事前のオンラインでの予約を呼びかけています。また、今後ルーブル美術館は、すべての来場者に対して、事前のオンライン予約を義務化する方針を明らかにしました。早ければ、今年の10月か11月から完全予約制が適用される予定です。ルーブル美術館は、このオンライン予約義務化に関しては、2020年初頭に行う予定だったものを少し前倒ししたものだと述べています。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Musée du Louvre Réservation requise pour éviter la foule dès octobre Face aux bousculades de cette année, vendredi 2
août, le musée du Louvre a appelé les gens à réserver en ligne au préalable. Ils ont aussi annoncé que la réservation deviendrait obligatoire au cours de cette année dès octobre. Le Louvre est un musée national situé dans le premier arrondissement de Paris et a ouvert en 1793. Il est l'un des plus grands musées du monde et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Paris, rive de la Seine, tout comme la Seine, l'île de la Cité et la cathédrale Notre-Dame. L'espace d'exposition a une superficie totale de 60 600 m², compte plus de 380 000 collections et plus de 35 000 expositions d'art permanentes. C'est le musée le plus visité au monde, avec environ 30 000 visiteurs par jour et plus de 8 millions de personnes par an. Depuis quelque temps, le musée est fréquemment bondé de monde, ce qui est devenu un problème. Or, cette année, les touristes se sont dirigés vers le Louvre en raison de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en avril. En outre, en raison de la canicule, les touristes ont eu tendance à se réfugier dans des musées climatisés, augmentant ainsi rapidement le nombre de visiteurs, ce qui a aggravé le problème. De plus, ce qui a été comme la cerise sur le gâteau pour ce problème de surpopulation, ce fut le déplacement de Mona Lisa de Léonard de Vinci. En effet, en raison de travaux, elle a été déplacée de son lieu d'origine, autrement dit la salle des États, dans l'aile de nom, dans la partie sud du musée, vers l'aile Richelieu dans la partie nord. Cette dernière étant plus étroite que la salle d'origine, le problème s'est aggravé. Mercredi 31 juillet, le nombre de visiteurs a augmenté de façon spectaculaire. Des mesures ont été prises pour limiter le nombre d'entrées le jour, à l'exception des personnes ayant effectué une réservation en ligne.
Au cours de cette période de restriction d'admission, de nombreux visiteurs qui n'ont pas pu entrer se sont plaints, soulignant une mauvaise transmission des informations. À la suite de ces événements, le musée du Louvre demande aux visiteurs de réserver en ligne à l'avance afin d'éviter les encombrements et d'alléger les longues files d'attente pour l'achat de billets. Le musée du Louvre a également annoncé qu'il exigerait à l'avenir que tous les visiteurs effectuent une réservation en ligne à l'avance. Au plus tôt, le système de réservation sera appliqué à partir d'octobre ou novembre de cette année. Selon le Louvre, cette exigence de réservation en ligne est un peu en avance sur la mesure qui devait à l'origine entrer en vigueur en 2020. セバスチャン先生、ありがとうございました。事前予約の義務化前であっても、入場制限がかかる場合があるようですね。ルーブル美術館を訪れる際は、事前にオンラインで予約されることをお勧めします。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば、365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信していますので、ぜひ、合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに、素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。
フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。